皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。スミスマシンを使ったブルガリアンスクワットの解説をしていきます。以前に自重で行うブルガリアンスクワットとダンベルを持って行うブルガリアンスクワットの解説動画をアップロードさせていただいたんですけども、まあ、そのバリエーションの一つとしてこのスミスマシンを使ってやるというやり方もあります。こうスミスマシンですね、見ての通り軌道が決まっています。固定されているのでよりですねバランスを取る必要がなくなる分、より筋肉に負荷を集中させることができます。そういった意味ではダンベルのブルガリアンスクワットに比べてより重たい重量を扱うことができるので、新鮮な、ね、刺激を、お尻、ももの裏側、ハムストリングなんかに、与えることができますので、ぜひぜひ試してみていただければなと思います。でやり方なんですけども、もう先にですねこう足幅なんかをどれぐらいでやるか決めていただいて、ベンチの位置もですねしっかり調整した上でやっていただくのがいいかなと思います。足幅なんかは自重で行うブルガリアンスクワットと全く一緒で問題ありません。あれぐらいの足幅になるように設定をしていただいたら、スミスマシンを担いで足をセットしたら、あとはしっかり下まで下ろして、上げて下ろして、上げて下ろして、上げてと、これもですね、足幅を広く取ると、ももの裏側、ハムストリングとお尻、足幅を狭くすると、大腿四頭筋、前ももの方に効きやすくなりますので、目的に応じて使い分けてみてください。それではですね、今回はスミスマシンを使ったブルガリアンスクワットの解説させていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。